ロシア臨時政府、ベレメノイ・プラビテルスト・ボロシー国家、労働者のマルセイエーズ・ロシア臨時政府は、1917年の2月革命後に、ロシアで成立した、暫定政権。1917年3月に勃発した、ロシア革命により、ロシア皇帝ニコライ2世は退位し、ロシア帝国は打倒され、代わって、新政府が樹立された。臨時政府下では、ペトログラード・ローヘイソビエトが、 軍の指揮権を掌握していた。そして、第一次世界大戦の継続を目指す、第一次臨時政府と、講和を求めるソビエトの間で対立が生じ、第一次臨時政府は崩壊した。同年5月5日、自由主義者に加えて、社会革命党とメンシェビキを中心とする、社会主義者たちが参加する、第一次連立政府が成立した。この政府もウクライナ自治問題をめぐって、 立憲民主党の閣僚が辞任して崩壊し、社会主義者であるケレンスキーを主犯とする第二次連立政府が成立した。一時的にソビエトの力は弱まったものの、コルニールフ反乱が起きた際には、ケレンスキーはソビエトを頼らざるを得なかった。同年9月1日には国号をロシア共和国とすることを発表したが、元老院はこれを拒否し、 法令としての告示は行われなかった。1917年10月25日の10月革命により、ボリシェビキの主導するソビエトによって、臨時政府は解体された。脱出、逃亡したアレクサンドル・ケレンスキーを除く、第三次臨時政府の閣僚たちのほとんどは逮捕、監禁されたが、その後国外追放され、もしくは脱獄、亡命した。 リボフ以下その他の閣僚経験者も大多数が亡命した。出典、4月危機後の臨時政府の閣僚は以下の通り、出典、ケレンスキーの実験昇悪後の閣僚は以下の通り、出典、第3次臨時政府の閣僚は以下の通り、出典、ABC 藤本か1999、PP190 から191、AB 藤本か1999、 P192 藤本九1999 P193 AB 藤本九1999 P194 池田2017 P177 藤本九1999 PP 195から196池田2017 P45 池田2017 P81 ありがとうございます